はい、皆さんこんにちは、葉月こえです。こんにちは、玉木です。はい、葉月のショー with tea ということで、今日もよろしくお願いします。はい、はい、今週も終わりですけど、はい、あっという間に終わるね。早いですね。早いね、毎週毎週ね。ね、もう来週末は夏至に当たるわけですね。そうです、もう来週末は。早いですね。まああとだから1週間ちょいですからね。うん、ぜひ、うん、まあ繰り返しますけども、お早めにお申し込みいただいて、うん、自分の、うん、もうこれからのね、新しい世界で自分が体験したい、うん、もう最高の理想の、うん、ベストの状態を意図するっていうことがとってもとっても大事なので、うん、それを事前にちゃんと詰めるっていうことは本当に大事なので、うんうん、あのなんかギリギリにしないでって感じ。なるほど。早めにぜひお申し込みいただいて、その音声動画見て自分のイメージを膨らませる、うん、で、これで決まりみたいな部分を、うん、まあそれはもちろん現在のベストでいいのよ、うん、まああの、はいはい、いや未来変わったって構わないんだけど、うん、今自分が考えられる本当に理想で最高でベストのものを宇宙に糸を放つっていうのが今回の夏至の一番大事なことなんで、それに対して太陽からのエネルギーがダーンと来るんで、うん、ものすごく早いですから、うん、実現が、うん、皆さんびっくりすると思います、うん、でこれも前言ったけども、うん、その蟹座の新月は2回あるんで、うんうん、6月21日と7月21日ね、うん、1ヶ月間にあるから、うん、この次の7月21日までに必ず僕兆しがあると、うん、動きが、じゃあ、まあ、遠隔ヒーリング、あ、遠隔っていうかその6月21日の夏至の日が終わって、うん、終わり、うん、まあほらそれまでに、糸を放つじゃないですか、はい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 、でまあその21日を迎えてそれで終わりじゃなくて、うん、そこからもまた大事ね。 そっから大体1ヶ月ぐらいまでに、うん、その自分が糸を放ったものに対して宇宙から必ず返事が来るから、リアクションがあるから、そのリアクションが来た時にやっぱりこう乗れるか乗れないかなのよ今度また。それを、あ、来たと思って、それをこうちょっとこうやってみるとか、乗っかってみるっていうか、動いてみると、そしたらまた次の扉がまた開くみたいな、トントントンみたいな感じになる可能性があるから、それはまた終わった後に音声動画、また別のねバージョンの音声動画用意してますんで、その別バージョンの音声動画で今度はその決めたやつが加速するっていうような後押しのエネルギーをまた流しますんで、うん、それをまた見ていただくと、ああそうだったそうだった、自分はこういうのを意図したんだ、それに対してこれが実現するために今動いてんだっていうことを考えていただくと、今のそのなんていうかな、ベストだから今の日常とは全然違うもののはずなんですよね、うん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 、もちろん延長線上の方もいらっしゃるかもしれないけど、うんうん、全く変わっちゃっていいんだから、うん、全部ゴロッと変わっても何の問題もないんだから。糸放つことも一つじゃなくてもいいんですよね。構わない構わない、それは別にたくさんっていうか、まあ自分が糸だから別にそれをちゃんと思ってればいいことよね。ぼやっとじゃなくて、ね、そうこうなるっていう、こうなりたい、こうしたいみたいなことね、うん、だからそれがよ、その、うん、まあ言ってるけど、うん、そのまあ、何でも OK なわけだから、基本的に不可能が可能になるっていうような話だから、うんうん、そのお勤めしたい人は別にいいのよ、ずっとお勤めしてても構わないけども、勤めなくてもいいのよっていう環境だから、え、それで何しますかっていうことになるわけでしょ。で糸放つわけでしょ、うん、でこういう生活がしたいって言った時に、うん、もしですよ、うん、じゃあポンポンって言って、うん、うん、もう君そろそろいいかもしれないねって言われた、うん、ほら来たって思わないと。わかる？どういうこと？あ、要はその例えば、うん、もう、うん、なんだろう、もう釣り三昧してね、海の近くでなんかもう、ま、毎日釣り、まあ、釣り大好きな人は釣りして暮らしたいみたいな風に意図したとするじゃん。なるほど、はい、その時にね、その7月までにトントンって言われて、うん、もう君ここの会社はいいかもしれないねって思ったら、やった来たって思わないといけないわけよ。なんで私がね、そう、うん、それはもういや違うじゃんって、うん、意図したんでしょって言って、ね、宇宙に意図したんでしょ、トントンって来るっていうことは、よし来たやったぜって思わないと、みたいな、え、このタイミングじゃなかったのにとか思ったらダメなの。そう、まあダメっていうことはないけど、もったいないよね、意図したのに。でそれが別に自分から急にやっぱりやめますって言ってもいいわけ、別に、うん、それは別に、うん、それはどっちでもいいんだけども、うんうん、でもトントンって来るっていうのはすごい分かりやすいサインじゃん。あ、そうですね、うん、ね、宇宙からのサインなわけよ、うんうん、あ、じゃあそっちの方向でいいよ、そっちに行きましょうねって言ってるのに、え、やばい、いやちょっとローンもあるし、まあ、子供のお金もかかるし、いやどうしようって、まあ思うよね普通はね。だからそれをもう思わなくてもいいのよって話なの、うん、宇宙をもっと信頼しなさい、うん、
だから本当にそれが、あ、もう本当に投げだけかけたものがちゃんと返ってきてるんだから、あ、これはゴーサインなんだなって思えるかどうか、これも意識の問題なんですよ。でそこで、うん、まあ、今日のメインテーマなんだけど、はいはいはい、大事になるのがやっぱりパートナーシップなんだよね、はい、これから僕は本当に新しいパートナーシップの時代になると思ってるんですよ。なんだろう、新しいパートナーシップって、うん、普通なんかこうイメージ的には、パートナーって例えば結婚されてたら旦那さん奥さん、そうね、ね、うん、未婚だってあの彼氏彼女っていう感じが、うん、なんとなくこうオーソドックスなパートナーシップっていう感じですけど、新しいパートナーシップって何ですか、うんうん、まあだからそれにもとらわれなくなるかなみたいな、うん、いやもちろんそれがあってもいいのよ、うん、その夫婦になるとか恋人になるっていうのもあってもいいけども、うん、もう新しい形だから別になんか私の家内ですとか、うん、はい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 、私の妻ですとか、はい、そういうのはもういらない別にみたいな、うーん、うん、まあ前もほらちょっと喋ったけども、うん、もう共有みたいな全員共有みたいなぐちゃぐちゃやなぐちゃぐちゃあなたそれ一番できないでしょ。できないね誰とも共有できんでしょ。いやそんなことないですよ。そういやでも無理かもしれないそうでしょ、だからそれも意識だから、うん、そうね、それも意識だから、うん、だからまあそのパートナーっていうと、うん、なんかだからまあそういう意味で言うとね、僕なんかそのセクシャリティの問題とかもすっごい変わると思ってるんですよ、うんうん、その要はその人の中で隠したいもののツートップがお金とセクシャリティなんですよね、うん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 、でこのセクシャリティの部分も絶対変わると思ってるんですよ、うん、変わ、だからその、うん、セクシャリティがなくてもまあいわゆるパートナーは成り立つよ、うん、だし、ね、でもオープンなのよ基本的に、うん、だから、うん、まあ分かんないこうなんか一緒に風呂は入れるけどみたいなでもエッチはしないみたいな、ねおかしい、ダメ、いやいいと、いやいい、まあ、そういうスタイルもありってことですよね。そう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 、いろんなスタイルがあっていいわけ。うんうんうん、友達じゃないの。あ、まあそうだね、それに近いかな、うん、ね、うん、友達、まあ、どうし、うん、そうだね、あの僕の、うん、なんかフィーリングで言うと仲間っていうか、うん、まあまあまあ、うん、同志、うん、っていう感じ。だからあんまりも異性間のその強くこう出ない、そうだね、そうだね、いわゆるその恋愛感情はもちろんあるんだけども、うんけどうん、そのなんだろう、そのジェラシーで争うとかいうこともやっぱりないわけよ。あ、それがやっぱりなんていうのかな、古い時代なわけよ、もうなんかもう取った取られたとかね、うん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 、いや取った取られたってものじゃねえよみたいな話だからお前のもんではねえよなんでたまに口が悪くなるんですかね。すいません、帰ってくるからね。ね、帰ってくるから。キャンセル。キャンセル聞くね。あ、要は、うん、そう所有っていう概念が本当に崩れてくるから。この間見てましたね。そうそうそう、共有になっていくっていう。うん、だからそうなると本当にその多くの人たちと、まあ多くっていうか、うん、そんなまあ何百人もならないと思うよ。やっぱり普通に生活してるレベルで言うと、うん、まあまあ。まあ限界としては一クラスぐらいかなっていう、まあ共同生活してるみたいな感じかな、20人とか30人とか、いやもっと小さかったら3人とか4人とかね、5人とか、まあ それでももうコミュニティだから全然いいのよ。だからそれがまあそこのコミュニティでパートナーシップっていうのが成り立っていく。パートナーシップっていうのは必ずしも男女じゃないわけ、ただ男女の方がエネルギー的なバランスがいいのは間違いないよね、うん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 、やっぱり男性性と女性性っていうのがあるから、うん、でこの新しいパートナーシップの時代っていうのは基本的にやっぱり1の時代と逆転するって考えてもらった方がいい、うん、で、うん、1の時代はやっぱり男の人が男性優位で課長って言えば、うん、男のお父さん、うんうんうん、お父さんダーンと座っても生前あげ前、うん、何も動かない追い飯風呂みたいなね、うん、まあ今時そんな人あんまいないかもしれないけど、うん、ね、うん、まあそれが逆転するわけ、うん、だから逆転するって言ってもお母さんがダーンと座っておい飯風呂とか言わないわけでも基本的にまあいわゆる家の中のコミュニティの大事なことは女性が主導して決めていく、うんうん、っていうか最終決定権が女性にあるっていうふうに言った方が分かりやすいかもしれないね。でも
実際結構そうでしょ、家の中の話って、うん、そうじゃないの？そうですね、お母さんとか ねやっぱ女性がね主導権握るっていうか、うん、男性がまあ今ちょっとこうどうってこう委ねるところはありますよね。そうだね、うん、まあだからなんかほらこれ買う買わないみたいなのは最終的にお母さん、うん、まあ、買うみたいな、うん、これするみたいな、うん、でだからそういう意味ではね、僕ね本当にその新しいパートナーシップの時代っていうのは、うん、もうお金もエネルギーだから、まずそれもオープンにしないともう話にならないわけよ。お互いがお金を持ち合うっていうのはもう違うのよ、もうエネルギー的にはフルーみたいな話なの、ね、共有するってことでしょ、お財布が一つになるってこと。そう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 、まあ、例えば僕とタマちゃんのお財布が一つになるわけよ、うんうんうんね、これがまあ新しいパートナーシップだったら、だったらそう、だからもうそこの、まあ、いわゆるそのパソコン上でっていうかネット上のクラウドにもなんかそう、うん、ポンと、いいよ、先生とかいっぱい持ってそうだもん共通のお金があって、そこからもう、うん、もうお互いが必要なものを使っていく、うん、ある人がもうそこへ納めるっていうか、うん、まあ、まあ本当に水と一緒だから、うんうんうん、水をたくさんあって、その水が自分が必要な分だけ取っていくっていうか、使っていくっていう風に変わるのよっていうかね、うん、だから誰のお金とかいうのがないわけ、うん、で誰のお金がなくなると、うん、誰の奥さんとか誰の旦那さんもなくなってくるわけ、うんうん、で要はそうなってくると誰の子供もなくなってくるし、うんうん、誰のそのだまあ、要は誰とそのセクシャリティの問題に、うん、っていうのもなくなってくるわけ、うん、じゃないかなと思う、うん、でそこに至るまでの、まあ、ステップはいくつもあるよ、あるけどもイメージとしてはそんな感じって、うん、で本当に人としてだからね、こうなると僕はなんか今ね思ってるんだけど、新しいパートナーシップの時代っていうのは今までは恋愛なんだよね、うん、そのパートナーシップっていう、うんうん、そうじゃないのもう、うん、新しいパートナーシップは、これからの新しいパートナーシップ の一番大事なところは何かって、うん、分かる？なんだ、もう恋じゃない、愛でもないっていうか、まあ、まあ恋と愛、まあ、この辺も話したら、まあ話は長くなっちゃうんだけども、うん、そうそう、まあ例えばその信用とかいうことももちろんそうなんだ、うん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 、なんだと思う？なんだろうね、恋愛、うん、恋愛ってやっぱり恋と愛って感じでしょ。そうですね、うん、まあ、恋と愛ってこれエネルギーまた全然違うんだけどね、うん、全然違うもんなんだけども、うん、その恋と愛っていうのじゃなくて、うん、僕新しい時代のパートナーシップっていうのは尊敬と感謝だと思う、うん、この2つって感じ、うん、だからもう尊敬できないと、まあ、そのコミュニティにパートナーシップ成り立たない。そうですね、まあでも恋愛とかもそうですけど、ね、うん、まあみんながみんなじゃないか、そう好きな人はやっぱり尊敬し、うん、お互いにねっていうか、うん、結局そこがベースなんだよね本当は、うん、いわゆる恋愛関係がちゃんと成熟してつながっていってる人は、うん、やっぱり相手を尊敬してるわけよ。そうですね、うん、人としてね、あ相手をリスペクトしてるわけ、うんうんうん、あこの人は素晴らしいなっていう、うんうん、まあいろんなところはあるけども、うん、この人のこういうところはやっぱり素晴らしいなって、うん、それがないと成り立たないわけよ、うんうん、でなぜそれが必要かっていうと、そのね、僕の理論でいうと、はいはい、尊敬できる人っていうのは、うん、その人らしい人なのよ。わかる、うんうん、その人らしくないと尊敬はできないわけよ、うんうんうん、嘘だから、でその人らしいところが一番出てたら、うん、そこがやっぱり一番尊敬ポイントなわけ。そうね、魅力でもありますもんね。そうでしょ、例えばじゃあそのなんか僕だったら、うんうん、僕がそのなんかこう蚊がはっみたいなそれ尊敬できないよね全然ねダーンとあーみたいな。でまあそのなんかよくわかんない、その例えば大工仕事とかさ、そのなんか畑仕事とか、もう全くこいつ使えねえってなるじゃん。まあでもそれがいいな、私がやってあげないとっていう人もいますからね。まあまあまあ、まあね、そういう人もいるかもしれないけど、別にそこで葉月光栄の尊敬ポイントはあるわけじゃないから、うん、ね、うん、葉月光栄はやっぱりここっていう部分があるわけよ、うん、当然、うんうん、でそれに対してあここは素晴らしいなと思えたらそれで OK って話なのよ。なるほどなるほど。別にオールマイティに尊敬する必要なんかないのよ、うん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 、だしてそうなるとさばいちゃいますもんね、その人もね、ここが大事、これもできないのかよって、うんうんうん、でそうなるとその人らしさが消えていくわけよ。この人のここが素晴らしいっていうのがダウンと出てたら、うん、もうそれだけで素晴らしいって感じになっちゃうわけ。だって真似ができないんだもん、うん、それが、うんうんうん、
だその尊敬ポイントが僕はすごく大事なんだ。でそれ以外は結構基本全部感謝なのよ。ありがたいなって、だって自分のできないことをやってくれる、自分の足りない部分を補ってくれるわけだから、ありがとうしかないわけよ。この2つで新しいパートナーシップは僕は成り立つと思ってるね。わかりやすい、いい話しちゃったな。こういうのってナショーとかで話すとき先生こうある程度考えてないよね。考えてないね。今ちょっと自分の考えてないね。ただね、この話はね、僕ねやっぱりねちゃんと時間取って話したいと思ってる、新しいパートナーシップの時代に。なんかそうね、先生そういうお話好きっていうか、こうちゃんとあの先生の中にあるから、うん、割と結構パートナーシップっていう言葉って多いですよね。そうね、うん、うん、だからもう本当に新しい形になるって思ってるから、うん、今こういう状態になりますよとか、うん、もうこれもちゃんと方程式が全部あるからね、うん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 、今こうなったら次こうなって次こうなってみたいな、うんうん、その先にここがありますみたいな、うん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 、そういうのがちゃんとあるから、なんかそういうのを、まあ、僕はやっぱりちゃんと皆さんに分かりやすく、うんうん、まあなんか時間取ってまた第3弾ね、うん、ライブやりたいなと思っております、うん、はい、はい、じゃあまたその時にはより濃いお話を、はい、お聞かせください、はい、ということで今日は終わります。どうもありがとうございました。